そうだ、始まりました。マチャチャンネル。さあ、今、緊急で動画撮ってるんですけども、なんと、東京大学でカンニングが発覚し、0点にっていうですね。はい、今、SNS 上で回っていますね。これもう、エイプリルフールズデーであることを祈っておるんですけども、まあ、ちょっとね、今日4月1日なんで大変ですよね。ネット上に出てるニュース、どれが本当でどれが嘘なんだって思いながらね、見なきゃいけないんですけども、はい。どうも、文科一類を受けた方がですね、はい、カンニングしたっていうのを SNS、上で言ってたんですよ。で、SNS 上で言ってたことがどこからかね、漏れたのか通報が行ったのかして、で、そこで、まあ、発覚したようで、全科目が0点になっているというですね、はい、そういう事態が起こっているということです。はい。合格者の人たちの点数を見ると、まあ、平均点載ってるんで、分位値を受けた人だっていうのはわかるんですね。で、開示も、まあ、4月1日から開示なんで、東大ってね、開示だし、まあ、ウェブサイトも合ってるんで、まあ、本当の可能性が高いんだけど、でも嘘であってほしいなと、個人的には思ってますけどね。SNS 上でカンニングしたと自分が言ったら、それが広がって、ではい、得点ダメですってなっちゃう。これ本当にそんなことあるのかな。じゃあ冗談で僕カンニングしたんですって言ったらアウトになるってことで、東大側はねどうやって調べたのかわかんないですけど、まあ、ちなみにだから完全なね匿名性なんてないわけですから、いろいろと調べればわかっちゃうし、その分位置受けた人の中で、まあ、世界史の論述でどうもカンニングしたっていうことらしいんですけどね、まあ、ほんのちょっとしかわかんなかったんだけど前の人の見てわかってかけたみたいなので、もしかしたら調査した時に、ああ前の人と同じようなこと書いてる、あこの人だって言って、もう確実にこいつだって言って判断した可能性もあるし、まああとは共通テストの点数ですよね。それをネット上に上げていたら一発で分かりますもんね、誰だったのかっていうのね。そういったことがあって、まあ0点であると。そうなんですよ。まあ普通ね、大学入試で一教科でも判明すればその科目だけでなく全教科ですね、すべて0点になるっていうのが、まあ、うつ行われることですね。名前書き忘れた人は確かその科目だけだったかな。確か、阪大かなんかで数学だけね、名前書き忘れて0点になった人いましたよね。そう、これも開示して確か分かったことだったんですけど、そうなんですよ。この開示でね、分かるわけなんですが。いやー、なんか不思議だよね。まあ、だからカンニングするなですよ、はっきり言えばね。カンニングしたことを言うなじゃないですよ。カンニングするなですよ。はい。まずカンニングをすることが一番良くないですから。そこを、ちゃんとなくすことと、あとまあね、完全な匿名性なんてものはありませんので、嘘であってほしいと思いますけどね。そんなこうしたんですよって言っただけで、まあでもカンニング本当にしてたんだったら、まあ You deserve it じゃないですけど、まあこれは当然の結果だと思いますね。でも、もしカンニングしてなくてただただそれをね言っただけだったら、カンニングしたんですって言っただけだったら、すげえな SNS っていう感じです。はい、皆さんはどう思われますか。まあ当然ね、自業自得だっていう声が多くなるんじゃないかなと思いますけどね。まあ本当にしてたんだったらね、絶対ダメですから、ね、本当棒に振っちゃいますから、人生ね、やめた方がいいですよ。今年も4人でしたっけ、共通テストはね、失格になった人いましたよね。で、カンニングペーパー用意してた人いましたよね。だからそんなはもう完全アウトです。はい。カンニングペーパーとかダメです。なぜかね、毎年定規で失格になる人たちはよくわかんないですけど、ね、カンニングペーパーは絶対ダメですからね。まあ共通テストも全科目0点になったのかな。はい。まあ一番ね、有名なね、やつは2年前でしたっけ、共通テストで、大学生、女子大生がね、仮面浪人してたんだっけ。で、それで、イヤホンしてたんだっけ。それで外と連絡取ってたんだよね、とにかくね。写真撮って、で、連絡取って、で、家庭教師サービスか。家庭教師サービスのやつにその写真送って、そこで回答作ってもらってっていうやつだよね。で、共犯者がいたんだよね。共犯者がいて、共犯者が外でなんかでやり取りしてたんでしたっけ?みたいな感じで、発覚してね、一応逮捕っていう形にはなりましたよね。そうです。だから危険ですよ。棒に振っちゃう可能性あるからね、人生。まあ、わかるんですよ、そのね。どうしてもね、突破しなきゃいけないっていう試験だから、なんとかしたい。っていう気持ちがね、先行するのはね。だって絶対バレないカンニングだったらしますかみたいなね、ことをなんかインタビューしたアンケートでね、それだったらするって答えた人が大半でしたからね。まあそれぐらいプレッシャーのかかった一発勝負っていうのもあるんですけど、でもやっぱりね、それはフェアじゃないですから、他の人たちね、同じ条件で戦ってるわけですから、環境は違えどね、やっぱりやめてほしいっていうか、良くないですので、はい、カンニングは絶対弱めてください。まあ、カンニングね、それ今だからほら、トイック満点のさ、撮ってて、なんかもう疑う人もいなくなってくる。昔はほんといっぱい来たよね。カンニングだ、カンニングだって。なんかそれぐらいトイック満点って撮れないものだと勘違いされてたんで。
ですよ、ね、それがだん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 ね満点取ってる人もいっぱい出てきて、でコンスタントに取れるってことが分かって、あなんだってなって、今はね全然なくなりましたけど、ね、昔はすごかったよね。なんでこんなに言われるんだろうっていうぐらいね、そもそもねまずリスニング不可能じゃないですか、トイックの場合で、ね、リスニングなんても意味ないわけで、パート5とかで語彙問題とかね、文法問題とかだったら、まあ確かにねカンニングしたら答えは入れられるかもしれないですけど、読解問題なんてどうやったって分からんし、カンニングのしようがないですから、もう過去に出てた問題と全く同じで、それを判断してこれだってやるぐらいしかないですよ。リサイクル問題でやるぐらいですよ。カンニングするぐらいの力があったら、そもそもめちゃめちゃ読めてないといけないからとって思っちゃいますけど、だからそういう知識問題だったら分かるけど、でも僕らを落とすのって知識問題じゃないですから、基本的にはそのね情報処理だから、情報処理能力でやるものなので、だからカンニングの意味がないんですよね。だからまあトイック受けたことない人だと想像ができないかもしれないですけどね、共通テストだってそうですね、今ね英語リーディングでカンニングって言って、で辞書引くとかってやったってさ、どうやって解ける問題じゃないからね今ね。それがまあ4技能のリーディング試験なんですけど、まあ、まあ単語の意味が分かったら分かるものも当然あるとは思いますけどね、はい、そのコスパが悪すぎます。で入試問題で、まあ、カンニングといえば、まあ、この事件、その共通テストの事件がやっぱり一番大きく記憶に残ってる。2010何年だっけ、ヤフー知恵袋に出たやつだよね、京大のあれがすごく有名ですよね。京都大学の問題で試験中に出たんだよね、数学だったっけ、試験中にもうヤフー知恵袋に答え教えてっていうのが出てね、それで一体どういうことだっつってね、すごい話題になりましたよね。で実際調べてみたら、次第でもやってたんだよね、同志社とかだったっけ、なんか次第の問題でも同じことやって試してて、で京大で、ね、本番みたいな感じでやったんだよね確かね、忘れちゃったけど、ありましたよね、なんか次第4大学ぐらいだっけ、なんかそれでやったんだよねっていうのがすごい大きなニュースになりましたけど、こういう感じでだからたびたび出てはきます。でも東大の二次でこんな感じでっていうのはね、まあちょっとびっくりする事件でしたね。まあ、だから本当嘘であってほしいと思いますけど、他の国ね、な韓国とか中国もすごいから、カンニングに関してはまあカンニングの競い合いみたいなのがすごい。だから IELTS だとね、カンニング行為というか、まああらかじめ出る問題リサイクルされるから、それで調べておくって言って、で模範解答がネット上に出ててとかね、有名な人たちが教えてて、それで同じような回答がずらーって並ぶと、これはもうメモライズドであるって言ってね、問題が漏れてたんじゃないかとかって言って、で試験が中止になったりとかね、採点されなかったりとか、採点がめっちゃ遅れたりとかね、そういうことがあったりするんですよね。あ、そうなんです、中国って IELTS が一番大きな試験ですから、英語はね。なんでいろんなのあるからね。そうそう、鉛筆自分の持ち込めないからね、 IELTS はロケット鉛筆ですよ、はい、ロケット鉛筆でやるんですよね。で電子機器とかも全部持ち込めない、ね、で金属探知やります。日本も昔はトフル金属探知やってたけどね、なくなったね、そういえば、とかいうのもあったりとか、あ、カナダのね、トイックもそうですよ。自分の鉛筆使えないですね。用意されてる鉛筆で。で、言ってたのが、韓国の人だったかな、が、なんかインチキしたからだっつってね、鉛筆になんか書いてたのか、答えが言ってたのか忘れたけど、それでなくなったんだよね。それで自分たちの持ち込みはダメになったんだっつって。お前たちは、そう、試験官が言ってたんで、お前たちは本当にね、手を返しなんかいろんなことしやがってみたいな文句言ってたんですけど、いろいろ考えやがるみたいな言ってたけど、そういうのもあったし、まあいろんなことが本当はあるんだなって思います。ちょっとびっくりしましたけど、中国とかは、あとあれか、なんかほら、で呪術廻戦の帳を張るみたいに、なんか電波妨害とかもやるんだよね、そう、試験の時に。すげえなーって思いますけどね。そう、あの入試ね、各省で入試行われますけど、電波妨害とかね、やったりして。カンニングを防ぐとかね、やったりしますよね。携帯使えなくなるんですよね。とか、まあその戦いってずっと続くんだよね。まあ科挙の時代からそうですけど。で、だからその大学入試でもあるし、で、あと大学卒業にも英語の試験必要なんで、その時にもね、かなり厳しいチェックが行われるんですよね。ということでございました。皆さんはどう思われますか？ぜひともコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.